青にしたって。どうも、田中さんありがとうございました。この後休憩を挟んで田中さんと対談しますけれども、今の田中さんの話を聞いて一言、どうしても私の話を一言多いんですけれども、私は田中さんのようにですね、法学部で勉強しなかったからいろんな憲法学者の理論について詳しくないんですけれども、この新しい憲法の話、この冊子をですね、私は実は外務省を辞めて、暇を持て余してですね、いろいろ自分で勉強して知ったんですけども、まさにこの本の中にですね、いわゆる田中さんが言った前文ですね、つまり前文、つまり日本の憲法の平和主義の根幹が出てるわけです。で、それはどういうことかと言いますと、一言言いますとね、これは当時の文部省、つまり官僚が、中学生を対象とした教科書だと言われているんですけども、分かりやすい言葉で、皆さんと、今日から、つまり新しい憲法を持った今日から我々は一切武器を持たない。でも決して心の底思う必要はありませんと。つまり、まだ世界は武器を持っている国がいっぱいある、戦争もある、そんな中で武器を持たないということは、誰が見ても心細いと思うわけですけれども、しかし、そうじゃないんだと、正しいんだと。で、必ずこの憲法が訴えることがやがて世界に認められる時が来るんだと、我々は率先してその理想を宣言したんだと。正しいことほど強いものはない、こういう分かりやすいですね、言葉を書かれているのを知ったんですけども、私はやはり平和を守る、実現するということはですね、その理論じゃない、どんな理論を重ねてもですね、それよりも勝るもの、つまり国として、あるいはその国の国民としてですね、覚悟を持って戦争しない、平和を守る、やっぱりこの気迫がない限りですね、私はどんな立派な理論でも防げない。で、私は今まさに日本に欠けているのはですね、国民に欠けているのは、生実家知識を振りかざしてですね、あるいは生実家議論をして、自分たちの言ってるが正しいんだと、議論のための議論、議論に勝つための議論、相手を任すことの議論、そんなことばかりやってて、肝心のですね、平和っていうものに対する思いが至っていないところが一番大きな問題だと思うんですね。今私は外交官をやって、そしてこの平和を語るという状況になってよかったと思ってるんですけども、残念ながら人間の歴史はですね、理想から程遠いどころか、ますます後退していると。今の現実の国際政治は、私が外務省に入った当時に比べて考えられないほどひどくなっている。で、そして私は外交官になって本当に知ったんですけれども、世界の国の国民はですね、戦争なんか望んでいる国、国民一人もいないんです。それは国家権力が戦争を仕掛けるわけですね。で、そしてその国家はいろいろあってですね、私はアメリカっていう国が好きで、そのアメリカに研修して、アメリカで勤務して、そしてだんだん分かってきたんですけれども、アメリカの憲法の中に平和っていう考え方はないと思うんですよ。そしてアメリカの歴史を見てもですね、世界で一番戦争を仕掛けてる国はアメリカだと思うんです。で、それを私は確信したのはですね、この間 NHK が悪魔の兵器はこうして作られたっていう原爆製造過程のドキュメントがあって、 BS 放送 でこれを私は見て、本当に目から鱗が落ちると思ったんですけども、やっぱり原爆っていうのはですね、ドイツから亡命した学者がですね、ヒトラーが先に原爆を作る
恐れがあると、その前にどうしても作らなくちゃいかんということを言い出して、そして自分一人がそれを言っても影響力がないからアインシュタインに言ってですね、アインシュタインの口から言わせたと。アインシュタインは科学者として、まあ、原爆の威力を知ってですね、そしてルーズベルトに手紙を書いたと。でルーズベルトが動いた。そしてそのルーズベルトの下でですね、今のレイセオンという軍産複合体の大きな会社の社長になった科学者が原爆開発の総元事業をやってですね、そしてその下に直接責任を持って作ったオッペンハイマーっていうのが、仲間がみんなノーベル賞をもらっているのに自分一人もらってない、何としてでもここで一旗あげたいという思いで作ったと。でそしてそのまあさすがにアメリカですね、1000人余りの科学者を 一堂に集めて、そしてその科学者の生活待遇を誰にもその何て言いますか、真似のできないほど優遇させてですね、好きなだけ開発させて、そして作ってですね、でそれでこっからがポイントなんですけども、出来かかった時はすでにもうヒトラーは降伏しているわけです。そしてドイツが作る気もなかったっていうことも分かってた。だけども作った以上は完結せざるを得ない、実験を成功させた。で実験を成功させたのが7月19日なんですね。だけどその時はもうヒトラーは降伏してるし、日本は戦う力はない。東京空襲、そして沖縄戦、全ての面でも日本はいつでも降伏せざるを得ない状況にもかかわらず使ったわけですね。でその時の学者の生の声がですね、作った以上は実験にとどめてはいけないんだと。使ってしかも人々がそれを見てすごいと驚かないと作った意味はない、それが科学だということを公然と言って投下したわけですね。でそれが日本なんです。ですからあの私はまあ、 両親なんてのはもうないんだと。アメリカにはもちろん反戦だとかってありますよ。だけど それがアメリカの主流にはなり得ない。アメリカの政治は常にベトナム戦争から始まって、イラク攻撃から始まってですね、もう人間を殺戮しても何とも思わない国だという気が、まあ、私はしたんですね。でそのビデオをですね、私は日本国民が見たら、誰もアメリカの核の傘に日本は守られるべきだと思う人間いないと思うんですよ。アメリカの核で守られてるんだという議論はですね、役人が作り上げた全くのフィクションなんですね。で、まあ、やっぱりあの、まあ、私は田中さんとですね、憲法原理主義者を名乗っていきたいんですけども、まあ、一方において田中さんのような議論を訴えですね、で他方私は現実の国際政治が見たときに、結局人間が行き着く先はこの憲法9条だと。私はやがてですね、もう一回その核がどっかに使われてですね、もうこれ以上人類は耐えられないという悲鳴を上げて世界が核放棄に行くのか、あるいはそれ以前にですね、そういう機運が全国の国民の中に行き渡ってですね、例えば国連総会でこの間核兵器廃絶ができたようにですね、五大国の軍事覇権国家が反対しても大多数の国が賛成をしてできるのか、どっちになるか分かりませんけれども、必ず核兵器は、そして核兵器よりももっと殺傷力の高い武器はですね、やがて放棄せざるを得ない状況が来ると、まあ、思ってるわけです。そうならざるを得ないし、そうならなければいけない。でその時に先駆けて憲法9条をですね、やっぱり唱える国はやっぱり日本だと、まあ、そういう思いで私はこの原理主義を訴えていきたいと、まあ、思っています。まあ、この後はですね、まあ、田中さんと今の内外情勢、特に田中さんと話してきたのは、まあ、今中国という国がですね、大変アメリカから敵視されていると。そして、まあ、日本は、中国に対する過去の負の歴史があるにもかかわらず、まあ、中国と敵対しようとしている、
まあ、そういうことで果たしてこれからどうなっていくのか、まあ、それも含めてですね、もちろん北朝鮮の朝鮮戦争終結の動きもありますし、しかし同時にアメリカとロシアの深刻な対立、あるいは中東情勢の不透明さ、まあ、憲法9条が変えられる口実っていうのはもう至るところにあるわけです。ですから、まあ、そういう中でですね、どうやって憲法原理主義者が影響力を持てるかと、まあ、この辺について、まあ、話し合っていきたいと思います。それからちなみに今立憲民主党の枝野さんのことを言いましたけども、私は内政がですね、まあ、本当にどうしようもなくなっていると、もう誰が見ても今の安倍政権は行き詰まって、いつ倒れてもおかしくないのに絶対倒れないと、石破さんがですね、自民党総裁選に負けて、そしてまあ今無益でこれからまた新しい動きを起こそうかというような状況にあるらしいんですけれども、その石破さんがですね、もう安倍政権は問題があまりにも大きいけれども野党があまりにも弱いから続くと、こんなことを昨日の新聞で言ってるんですよ。でここまで石破さんに言われてですね、野党は情けないぞという気がするんですけども、まあ、残念ながら私が見るところは全く展望を開けてこないし、おそらくダメでしょう。だけども私は最近やたらに名前が出てくる橋本徹がですね、間違いなく新党を作ると思うんですよ。でこれは皆さんは意外と思われるかもしれないけれども、私は今の政治の閉塞感がこのまま続くとですね、国民はやっぱり何かを求めると、で それに応えるのはですね、決して護憲じゃなくて、かつての小池さんのような都知事選挙で、あれは見事に失敗しただけだけども、しかし国民は第二の小池を期待していると思うんですよ。それが橋本になるかもしれない、おそらくなるだろうと、まあ、私はそういう気がしてまして、その意味でますます日本の政治はですね、良くない方向に行く、まあ、そういう気がしてなりません。まあ、その辺は田中さんと意見が合うかどうか分かりませんけれども、まあ、内政も続けて行いたいと思います。じゃあとりあえずこれで5分ほど休憩させていただきます。